よいしょ、よいしょ、よいよいしょっと。ね、持ってきました。まだいっぱいあるんですよ、ベルト。うん。ベルトがね、まだいっぱいございますが、まあ、私もベルト大好きです。もうこれ以上に持ってます。もういっぱい持ってます。ベルトはね、ごめんなさい、ちょっとごめんなさいね。ちょっとごめんなさいね。ちょっとごめんなさいね。ベルトについてですね、今回はね、コメントリクエスト。そうなんですよ。コメントのリクエストの、ということでですね、なんだったかな。コメントリクエストが来ておりましてですね、そのことについてですね、今回動画アップロードすることに至りました。そのコメントのことについてなんですけども、スタッツデビューしたいと思います。メーカーはたくさんあると思います。その中でもおすすめを教えてくださいということでですね、コメント来ておりますので、そのことについてですね、今回やっていきたいと思っておりますので、何卒ね、よろしくお願い申し上げます。まあ、スタッツベルトなんですね。スタッツベルトね、私も若かりし頃、本当にスタッツのように尖ってたわけなんですよね。尖ってたわけなんですけども、スタッツの中でもメーカー、いろんなメーカーございますよね。ぶっちゃけね、ぶっちゃけございます、いろんなメーカー。トリプルシックスの秒ベルトだけのパンク系は、さすがにパンク系はね、避けたいと思っておりますので、その点はね、申し訳ないんですけども、その中でも、まあ、スタッツもので、ちょっとパンクから外れてね、アメカジ類とか、まあ、いろんなものがあるわけなんですよ。これね、見ていただけたらわかるんですけども、重たい。よっしゃ。ね、いろんなものがあるわけなんですよ。ね。いろんなものがあるわけなんですけども、ベルトでもね、これね、見つかったんですよ。またこれ知ってる方おられます？おられますかね。モダンパイレーツのスタッツものなんですけども、まあその当時ね、スタッツものがね、まあ、HTC とかもあってですね、もうその時はスタッツブーム、スタッツベルトブーム、そういったことでね、スタッツもののね、ベルトも私もいろいろとね、買っておりましたので、まあその中でもね、その当時を振り返ってみれば、丸いものから尖ったものまであるわけなんですよね、実際に。いろんなメーカーさんございますよ。あるんですけども、やっぱりね、おすすめといたしましては、スタッツのベルトでも、これね、これ好みにもよるんですけども、私はね、最初 HTC のものをですね、これですね、ひょうたんですか、ピーナッツですか、こういったものをね、好きだったわけなんですよ。であまり使って、ごめんなさいね、あまり使ってないんですけども、石が入ったものは割れやすい。だから海とかに行ってね、寝転ぶでしょ、コンクリートのところでもいいですよ。寝転んだらもうバリ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 でもう割れちゃいます、石はね。だからそれはね、結構気をつけていただきたい部分もあるわけなんですよ。私はこれまで使ってきた中ですよ。で、まあそういったコラボものでも、これハリウッドランチマーケットのコラボですね、のもののスタッツの HTC とね、コラボしたものが確かもう一個あったかな、もう一個あるわけなんですよ。 HTC、ハリウッドランチマーケットとコラボしたね、こちらね、2つあるわけなんですよ、白と黒ね。まあそういったことでですね、集めていくわけなんですよね。で、ヒステリックグラマーとバルタザールね、こちらのヒステリックグラマーって書いてるでしょね。ヒステリックグラマーとバルタザールのスタッツベルトもすごいド派手でしょね。もう好きだったわけなんですよ。好きだったわけなんですけども、やっぱりシンプル化していく。あまりにも派手なものもいいんですよ。
派手なものもいいんですけども、やっぱりおとなしみになっていく。そしてね、やっぱりスタッツベルトとかは、これ実際 T シャツの上からね、T シャツを着てですよ、見えないでしょ、ぶっちゃけスタッツベルトなんて柄がね見えないんですけども、チラッと見える、チラッとめくってみたらチラッと見えるおしゃれのワンポイントのためのある意味贅沢なファッションといたしましてね、使い方でいたしまして、そういったことでね、使うのがおしゃれなわけなんですよ。その部分が見えなくてもチラッとね、 T シャツの上からチラッと見える、うん、そういったことね、キラ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 ーって光ってね、いいように見えるわけなんですよね、うん。で、私 HTC から、うん、HTC というブランドのスタッツベルトから使ってですね、うん、そっからコラボものとかで、最終的にはやっぱりね、ウルーズヘッドさんのとこにね行くわけなんですよ。これね、昔、今はわからないぞ、今は現在私あんまり存じ上げておりませんが、スタッツベルトでも、いろんなメーカー出ておりますので、その点はですねちょっとわからない点でもございますが、やっぱりねスタッツデビューといたしました、いろんなメーカーございますので、それをねやっぱり経験していくことでね、自分に何が合うのかっていうことをですね、自分なりに探していくことがですね、それが一番大事なことなんですよ。なぜかと言いますと、これは自分に合ってるかどうかっていうことですよね。要はね、ちょっとバイカーチックに行きたいのか、ちょっとストレート系っぽい感じでね、ちょっと洒落た感じのスタッツが入ったもので、おしゃれなもの、うん、そういった使い方とか、いろんなね使い方があるわけなんですよ、ベルトでも、うん。だから一概に全て全部がいいと言い切れません。これがいいですよ、あれがいいですよっていうことはですね、私からは絶対もう言えません。それはそうでしょう、その人の個人個人の、趣味とデザインがございますので。で、その中でもね、スタッツものっていうものは何回も申すようですが、おしゃれの一部といたしましてね、今回紹介するのはベルトだけということでですね、紹介していきたいと思うんですよ、思うんですよ、うん。で、あまりにも派手すぎなものはね、後々ね使えなくなってくるわけなんですよ、うん。後々使えなくなってきますので、その点はですね、個人のね自由だと思うわけなんですよ、うん。ごめんなさいね、ちょっとね、私ちょっと仕事で忙しくてですね、ごめんなさいね、もういろいろ仕事で忙しくてごめんなさいね。だからですね、スタッツデビュー、そうですね、これは結構ね、もうありきたりでしょ、 HTC でも。でも革質さん、肉厚感がすごいあるわけなんですけどね、肉厚感があって面白いわけなんですよ、頑丈でね、うん、いいんですよ。でも欠点といたしましては、石が入ったものは割れますので、それはねやっぱ欠点を、は見抜いてですね、私もいろいろと使っておりましたので、それで私も言えるわけなんです、うん。これはなんだ、まあいろいろとございますが、なので洋服に合わせられるものといたしましては、まあ私は最終的に行き着いたのはウルーズヘッドさんだったわけなんですよ。もう本当に何回もそうですが、最終的に行き着くとこはやっぱりスタッツアートと言われるようなウルーズヘッドさんのベルト、うん、に行ったわけなんですよね、うん。まあ、今回はちょっとね、コメントのリクエストいたしましてですね、動画アップロードいたしました。ちょっと待ちくださいね、ちょっとごめんなさい、もしもし、あ、総務課の、あ、冗談ですよ、はい、ちょっとお待ちいただいてよろしいですか、折り返しご連絡させていただきます、はい、失礼いたします、ごめんなさいね。で、やっぱりスタッツものは、スタッツものはね、やっぱりね、人それぞれ好みございますので、その点はですね、そうだな、そうですね、
いろんなものを買っていいけとは言いませんが、ごめんなさいね、連絡ばっかり来る。ちょっとごめんなさいね。だから、あの、ね、スタッツものは、何に合わせるかどうかなんですよね。洋服でもね、いろんな洋服あるじゃないですか。うん。いろんな洋服ございますので、それに見合ったね、服装を しつつ、それで T シャツをね、T シャツをね、あの、とか、ショートパンツとか、デニムジーンズとか、カラーパンツとかと言われるようなものに、いかに合わせるかっていうことの方がですね、大事なわけなんですよ。だからこそね、あの、調整していただきたいという気持ちも私らの気持ちでもございます。答えはございません。これが一番いい、あれが一番いいっていう答えはございません。もうその人それぞれの、これを見ていただいてね、ある意味ね、これを見ていただきまして、私がいろんなジャンル入ってるでしょ。だから実際私使っていってるんですよ。これ使っていってる中でね、自分なりに工夫して買ってきたものなんですよ。もう何十年もかけてね、うん、だからですね、そういった意味合いでね、あの、いかに洋服に合わせられるかっていうことの方がですね、やっぱりね、あの、大事なわけなんですよね。だからですね、あの人それぞれ、あの、好みが違いますので、そういった意味合いで選んでいった方がいいですね。やっぱりもうそこはもう個人に委ねます。うん。コメント書いてくださった方にね、個人に委ねますので、自分が好きだっていうものをね、買っていただけたらね、それでいいと思います。あとね、やっぱりスタッツものでも取れる可能性もあるんですよ。モダンパイレーツは、これね、最初の時かな、モダンパイレーツ。懐かしいな、これ。こんなあったかな。すいませんね。モダンパイレーツでもボロボロ取れ、もうすぐ取れちゃうんですよ、これ。ポロ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 取れちゃうんですよ、うん、そういったものもあるんでね。だからちゃんとしたベルトのスタッツメーカーでちゃんとしたもの、 HTC とかそういったものを選んでね、あの、買ってください、うん、だからちょっと中途半端な、あの、ブランドのメーカーさんのは、ね、本当にない、ちょっと残念な気持ちになります。もうスタッツがすぐ取れちゃいます。うん。だから気をつけないといけないわけなんですよ。難しいでしょ、スタッツでも。例えばこのね、ワコマリアさんのスタッツものなんですけども、見てください。星のデザインかっこいいなと思ってたらね、浮いてるじゃないですか、これ。これね、浮き上がってきてるわけなんですよ。わかりますかね。もう取れるんですよ。で、実際これ取れてる箇所ございます。ね。取れちゃってるでしょ、これね。そう。そういうことになりかねないんですよ、要は。うん。だから本当にスタッツもののメーカー、それを買った方がいいです。だからワコマリアさん、ちょっとダメでしたね。うん。まあ、ダメでしたって言い方も悪いですけども、やっぱりね、スタッツ屋はスタッツ屋のものをね、買っていただいてね、それで使うようにね、していただけた方がね、賢いです。その方が賢い。うん。だってすぐあんな風に取れちゃうでしょ。そんなもう何万も出してですよ。5万も6万も出して、10万も20万も出してって、まあ、10万、20万のものだったらまあ大丈夫なんですけどもね、うん、あまりにも安すぎるのもダメですよ。4、5万とかもね。だから、あの、スタッツものをもう本職で作られてる、もうそれが売りだっていうようなものをですね、買っていってね、試していった方がね、私はそっちの方がね、一番、あの、手っ取り早いと思っております。話は長々となってしまいましたが、ごめんなさいね。今回はこれで失礼いたします。ちょっと忙しいんで、もう仕事に行ってきます。すいません、ありがとうございました。失礼いたします。